あれが明末線かな。はい、あきらです。ここは三重の県道15号ですね。三杉村って書いてあったけども今は村じゃないかもしれないな。ここね、明末線っていう鉄道に沿って走ってる道路なんだけども、この明末線ってあの松坂から名張の方を目指してたのかなっていうような名前だけど、どうなんだろうか。ちょっと名張までは行ってないみたいだけども、あれはすごいプールがあるね。今日はね、あの奈良の方で、まあ、紅葉の景色を眺めるツーリングをやってきたんだけども、まあ、この辺も山の上とかね、ところどころ紅葉してる木がありますね。まあ三杉村ってぐらいだから、この辺杉の名産地なんでしょう。もうほとんどね、山の上の方までぎっしり杉が植わってるけども、ちょっと旧道の鉄道に沿ってた道の方行ってみましょう。なんか結構雰囲気いいね、まあ、紅葉ツーリングっていう雰囲気ですね。うわ、駅あんのかな。おお、いや、いいな。なんか正面の山しっかり紅葉してるね。おそらくね、これが15号線の旧道だと思うんだけども、うわ、まあ、結構雰囲気が、感じの山だね。ああ、この山この山はなんか見事に紅葉してるね。あまり杉が植わってないですね。まあ、こういう山もあるんだね。
ここはこっち側から見た方が綺麗だね。ここはなんかダムがあるね。あそこは何ダムって言うんだろうね。開けたところに出ました。いやなんかいい景色だね。みんなで乗ろう、明末線。県道15号線ですね。この辺にあの伊勢鎌倉っていう駅があるんだね。これ地図見てたらね、 なんとなく鎌倉っていう雰囲気なのかね。これどういう経緯でそういう名前になったのかちょっと分かんないですけど、ちょっと盆地になって開けたところがあるからそういう名前になったのかもしれないけど、あらら、なんか随分綺麗なとこだね。ああ、楓がいい感じになってるね。本当なんか庭石みたいな岩がゴロゴロしてる。向こう側は公園になってるみたいだね。青山高原の風車がなんかゆったり回ってるね。今日は風があんまないね。そうこう言ってるうちにもうだいぶもう町に出てきちゃったね。はい、三重の県道15号線、結構ね、あの紅葉が綺麗な県道でした。まあ秋ツーリングで撮るにはいいとこですね。ということで、紅葉ツーリング、ここまでです。ご視聴ありがとうございます。